斉藤飛鳥ちゃん、マロちゃん振られたしみたいな、後藤が振ったし後藤は私に話しかけてきてるし。さあ斉藤さん、聖徳太子ゲーム。私があの何人かに同時に声をかけられても多分全部聞き分けられるっていう特技を持っていまして、なので今日もメンバーに一斉に何かを喋ってもらって何人聞き分けられるかのゲーム。はい、じゃあやってみましょう。僕はせーのと言いますんで、斉藤飛鳥の好きなところはホニャララです、言ってください。よろしいですか。さあそれでは行きましょう。斉藤飛鳥の好きなところ、せーの。斉藤飛鳥の好きなところはスポットライトゲームのところです。はい、じゃあ言っていって端から言ってみようか。斉藤飛鳥の好きなところは、うん、心配性なところです。正解。おお、すごい。さあ次行こう。忘れちゃったかもしれないですね。ちっちゃい声で僕には聞こえました。忘れちゃったかもしれない。一人しか聞けない。ね、一人しか聞いてない人は普通の会話やからね。